左サイドバーのアップロードをクリック。デザインに動画を挿入。動画をクリック。左上の動画を編集をクリック。ハイライトをクリック。しばらく待ちます。左サイドバーにラベルが追加されました。ラベルにポインターを載せると動画をプレビューできます。あとは使いたいラベルをクリックして選択項目をデザインに追加。これで効率よく動画をシーン分けできます。超絶簡単です。